こんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎこちゃんです。ダーン、ロキ艦隊でね、クシナダやったことないんで、ちょっとやってみようかなと思います。いやね、ワープもなければ重力バリアもないので、だいぶグダると思いますが、許してください。横艦5、まあ強いね。最初の1ステージ目はいいと思うんですよ。というのも固まってますから、それはいいと思うんです。ただステージ2からですね、問題はそこからがシリアスプロブレム。うわ、遠くなっちゃった。ただ下で固まってんのはあるよね、これね。おお、あー、なるほどね。で、4体目がそこか。なるほど。ってことは右下のガイアの左側に行く。あ、ガイアじゃなかった、全然ガイアじゃなかった。スペー、これ2人のサービス。ヘイ、なるほど。で、1体目がそっちか。多分暴れよう。ね、これで倒す。おお、いい感じ、いい感じ。あんまり離れると大変なことになるからな、気をつけないといけないけども。うわ、めっちゃいいんじゃね、これ。左が上のやつまで、よいしょ。うわ、完璧でござそうろ。うん、強いんですよ、ロキは。とにかくロキは超強い。ところがドスコイ、あんま調子こくとダメ。特に俺の PS だと。ちょっとね、気をつけながら繊細なプレイをね、目指しますからね。さあ、こっからが地獄ですよ。重力バリアが始まりますからね。さあ、まず左側に行きたい。あーす、うわ、これ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 ね、これが始まったらもうこのパーティーは急にとんでもない面になる。ダダダダダダダ、削りながら削りながら。お、マジで、それは君、それは君あれだよ、あのあれだ。それはね、油断しすぎだよ、俺の人。おお、強っ当たれば強い。アーサー艦隊の動画も出したことあるし、半蔵艦隊で出したこともあるんだけど、一番強いのはやっぱり半蔵艦隊なんだね。結構だいぶ前に出しましたね、その動画ね。あれが一番強い。うわ、こっからきついな。うわ、これ動けねえ、これまずいな。こっからが地獄だぞ。ここで下手したら死ぬ。よいしょ、おお、いいね。爆発しながら、ワープから出るから、ワープ出た後にまだ爆発してる感じだね。それはありだ。やめろ。いいよいいよ。あー、そこ、そこは爆発してなかったか。おお、でもいい場所がいい。キーハート作っとけば何の問題ですかって話になると思うんだよね。よし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 、すげえいい、みんな固まってんの。ボボボボボで、キーハート取れば問題なし。うわー、めっちゃいい、めっちゃいい、今のところいい。あの位置取りが今良かった、ラッキーだった。あと HP がね、若干少ないってところが気になる。まあ、倒せるところ。よし、なるべく固まってたい。あ、まあまあまあ、悪くない悪くない。彼ら固まっててね、やっぱり力をね、位置妥結して出すタイプだと思うんですよね。おお、いいぞいいぞ。そうか、爆発だから。そうだ、もう一回言うよ、全員爆発じゃん。だから爆発に触れれば自分も爆発するわけだ。つまりそういうことだよね。こういうことだ、爆発で出たと先でも爆発するから。最強と思い込む。うおー、ば、強い、いい、固まってる固まってる、この感じいいよ。上で固まってるのもあり、一人に触れれば全員爆発するから、こんな距離だから。めっちゃいいじゃん、溶ける。うわー、最高。これどう、バーン、うわ、これ最高だね、強っ。で、ワープが出てきちゃうから。あ、でも大丈夫だ、これだったら。バーン、うおー、うおー、おー、いいとこに来た、いいとこに来た。これ固まってると最強だわ。
それ、これどう、超絶爆発どう、おい気をつけろ気をつけろ、油断すんな、ここで油断すんな、やめろやめろ、油断すんな油断すんな、マジ、いや、おい油断すんな油断すんな、やばいやばい、油断してる油断してる、左下だろ、やべえ、ダッツ、これで出る、おっしゃ、なんとか倒した、あぶねえ、油断すんな油断すんな、チャンキコ油断すんな、マジであぶねえ、いつまでしびれてんだよ左上のやつは、おっさんしびれすぎだろ、これで左上倒した、ああオッケー、これで倒した時は動きやすくなる、多少はね、それで上のハートは、回復に取っときたい、できればキーハにしてから取りたいっていう、そんな痛えな、トミカよし、オッケーオッケーオッケー、めちゃくちゃ強い、あーす、あこれ取ろうか、もう取ります、取りちゃう、よし、まあ、倒したでしょこれ下手したら、えマジ倒さないで済んだ、それなら取んなくてよかったな、ええー、くそったれ、帰ってな、よし、いいぞいいぞいいぞ、これいけるぞ、ロキ艦隊、割りかし悪くないかもしんない、左下、よし固まり方最高、とんがりコーン、でこれボスが確かね、有力バリアない、これ勝ったよ、うわめちゃくちゃいい、剣取りたい、よしすげえいい、すげえいいよ、うん、でワープじゃん、プーワーじゃん、ぶっちゃけさ使う必要ないと思うけど、もうこれで一応吹き飛ばして、よし、なんかなんか、おおなんかよくわかんないけど、とりあえずとりあえず強いと思います、失礼しちゃった、マオケードは負けないと思うんですね、おおいいぞ、爆発の仕方が俺すごい好き、乱暴じゃんすごい、あこれはちょっときついかな、ちょっと使いづらいけど、あいやこれ暴れちゃおう、ここ暴れた方がいい、雑魚が多すぎて倒しづらい、よしいいぞ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 、で、はいはいはい、最強の卵が来ました、これで左から、よし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 、いい感じいい感じ、めっちゃいい、これいい、このパーティー結構好きかも、ちょっと乱暴な感じがまた好きだね、うわ当たって当たって、うわ当たんねえ、マジか、当たんないね、ターンはまさに雑魚これ倒したでしょ、まだかまだか、なんかよし、この次のスタイルショット決めるわ、じゃあここで決めます、スタイルショット、あー惜しい、まだ大丈夫まだ大丈夫まだいける、まだまだ使う、まだ使う、よし、いやーなかなかね、なんて言うんだろう、クシナブって最近さすげえ簡単って言われちゃってるじゃん、その中でもさ、やっぱりこういうなんかネタ的なプレイ、まあロキも強いんだけどね、重心化してるからめちゃくちゃ強いのは分かるんだけど、こういうパーティーでやるとちょっと面白いね、やっぱゲームっていうのは楽しみ方は自分で見つけるもんだなって、うん、ボカー思ったね、ということで以上キコちゃんでした、バイバイ。